アークライト新作紹介。わー、8月の新作紹介はですね、ここ東京の北千住にありますボードゲームのショップとプレイスペースですね、天正堂さんで撮影をしてまいります、はい、ご紹介はですね、店長のゆうさんと一緒に、はい、ご紹介できるということでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。お店の紹介をいただいてもよろしいですか。はい、天正堂はですね、営業今4年目に入っておりまして、ボードゲームの販売とプレイスペースの提供をしております。遊んだ上で買うこともできるので、買うのを検討している方が結構いらっしゃったりとか、うん、何を買ったらいいのかわからないっていう方も結構いらっしゃって、全部私がいろいろと用途に応じてご紹介させていただいて、で買って帰っていただくみたいな感じのサービスを提供しております。販売数的には今多分300から400ぐらいで販売しているものも遊べるので、幅広く軽めのものから、最近結構重めの方のゲーム会とかも企画してたりとかしますので、もうとりあえずフラッとやってきていただければ対応できるかなと思います。ありがとうございます。ずらっと並んでる相関ですねそうですね、こちら販売ものと奥が遊べるものって感じになってます。あと入り口の方にも販売品があるって感じですね、はい、ありがとうございます。それではですね、早速、今月の商品の方紹介に参ろうと思います。はい、いきます。せーの、ドン、はい、こちらの3商品ですね、はい、ラブレター第2版、ハドリアヌスの長女、はい、ね、あとイヤー&ファー、うん、この3つになります。まずはこのラブレター第2版の方からご紹介しようと思います、はいはい、こちらのラブレター第2版ですね、はい、ラブレターがですね、金井さんがゲームマーケットでラブレター発表されてから今年で10年になるということで、まあ、10周年ですね。同人版からカウントしてってことですね。はい、まあ、いろんなプロジェクトアークライトの方でもやってるところですけども、まあ、その一つですね、はい、10年節目でこうリニューアル版が出ますというふうになっております。リニューアル版、はい、以前のものと比べるとだいぶビジュアルもこう結構変わったなっていうところ、そうですね、はい、すごいシンプルな感じでバカっていうでもラブレター感増しましたね、そういう意味では。そうですね、こうちょっと真っ赤な感じのデザインになりまして、ちょっと中身の方も合わせてご紹介できればなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こちらがですね、はい、その初版の方のラブレター、ね、参考までにいただいて、はい、こちらが新しい第2版の黒ベースと赤ベース、はい、だいぶこう変わったようなですね。ですね、内容としてはですね、引き続きですね、その城に仕えるさまざまな人たちに協力を仰ぎつつ、姫の心を射止めるべくですね、はい、したためた恋文をですね届けるっていうような世界観には変わらずというところですね、はい、うんうん、はい、展開といっても今回は山札だけですね、はい、シンプルですね、はい、はい、このようにですね、カードバッグの柄とかもですね今回新しくなってまして、はい、うん、カードの方のデザインもですね、はい、こんな感じですね、うん、ほうほうほう、中のイラスト自体は前回のものを踏襲しつつ、うん、そうですね、はい、カードのデザイン自体は新しくなってます、うんうん、ちょっとすっきりした感じですね。そうですね、基本ルールのラブレターに関してはですね、大きな変更はございません、はい、慣れ親しんだですねラブレターの楽しさはそのままカードを1枚引いて、この手札と合わせたこの2枚のうちから1枚カードを捨てると、その捨てたカードが効果を発揮しますというのを繰り返しやっていくというようなのが基本のルールですね、はい、その中でですね、プレイ人数の方がですね、実は2から5という表記になってまして、ね、増えましたね、はい、5人っていうプレイ人数ってゲームの選択肢がちょっとこうあんま5人用って少ないので、ここで5って増えてくれることってすごく大きかったりするんですよね。あとはですね、こういったルールカードみたいなものですね、はい、うんうん、簡単にこれだけ読めば始められるよみたいなものだったり、うんうん、基本のカードリストですね、はい、効果が一覧で見えますよ、うん、これもだいぶ、テキストがすっきりした形で書くようにしてまして、実際のこの兵士の効果とかを見ていただければ細かい効果と、うんうん、だいたいこんな感じみたいなので、うんうん、これだけでも、はい、簡単に始められるよみたいなところがあったりとかですね、新しくラブレターをやられるよっていう方には、はい、こういったサポートがありますので、うんうん、ぜひ2班からお手に取っていただければなという、はい、感じになっております。すでにラブレター初版を持っている方に対してのアプローチはありますか？分かりやすくなったルールがあるので、はい、新しい方におすすめするような形でご紹介いただきやすくなったっていうところが、あるかなと思うんですけど、はいはい、一番大きなところですね、今回のポイントのところですと、はい、なんとですね、もう丸々1セット分ラブレターのカードが今回は入っています。これですね、完全新規のセットになってまして、ほうほう、実際拡張の使い方というと、その1
この基本セットの位置とこっちの位置を入れ替えて使ってね、はい、みたいな感じで差し替えてもらうような感じの拡張になるんですけども、はい、全部入れてすごい派手な効果を楽しむみたいなこともできたりするようなものになっていて、はい、新しい効果を集めていますので、本当に最新版のラブレターみたいなところの遊び方っていうのもできるかなというところですね。以前の拡張にも入っていたこういった王とかですね、はい、他の姫みたいなカードも今回引き続き入っていますので、うんうん、これでカードセットの量っていうのはかなり増えた形になりますと。新しく増えたカードなんですけども、はい、結構効果特徴的なものもありまして、うんうん、例えばですねこの占い師とかですと山札の一番上を見て、うん、そのカードと自分の手札を交換しても良いっていうカードになってますと。そうすると、まあ、見たカードもちろん次の人が引くカードなので、はい、あそこにカードが入ったなとか、うんうん、そういった駆け引きがまた新しく増えるような形になってたりとかですね、うんうんうん、このカード出せないからもうずっとこっちしか出せないっていう時も占い師があれば、はい、じゃあ入れ替えちゃおうみたいなできたりしますね。なるほど。あえて姫を送っておいてみたいなこともあるかもしれないです。あとはですね、例えば執事の感じですね、こちらですね、自分の捨て札を参照するカードになってまして、この執事が捨てられた後と自分の手札の強さがプラスにされますというような効果がありまして、今までなかったこの捨て札の状態を参照するようなカードになっています。まあ、8月の方にこの2版が発売されて、はい、その後10周年記念版をクラウドファンディングでっていうところで、まあ、全く別の商品になるんですけども、うんうん、そちらはですねこの動画の公開のタイミングだとあと3日ぐらいでオープンするというタイミングのはずですので。なるほど、それはそれで楽しみ。はい、ぜひそちらの方のサイトの情報を見ていただければなと思います。はい、10周年記念版にふさわしい豪華な内容になっていますのでご期待いただければなと思います。要チェックですよ。あとはゲームマーケット2022秋の方ですね。でもちょっといろんなイベントをできるようにですね、今ラブレターにまつわる、はい、そうですね、仕込んでいるところではありますので、はい、ご来場ぜひいただいてそのイベントですね参加いただければなというふうに、はい、思います。続報を追ってお知らせいたしますのでぜひお楽しみにというところですかね。はい、こちらハドリアンスの長城、配られた専用のゲームシートをですね、うん、実際にこうペンで書き加えていくみたいな感じでゲームを進めるっていうのを、まあ、ロール&ライトとか紙ペンゲームみたいな言い方を、はい、することがあるかなと思うんですけども、うんうん、軽いゲームの代名詞的な感じで、まあ、よく言われる紙ペンゲームなんですけども、うん、その紙ペンゲーム史上最も重量級と言われるような60分ですからね。時間がね、はい、紙ペンゲームでありながら2021年のゴールデンギークミディアムゲームオブザイヤー、まあ、中量級ぐらいっていうところでノミネートされてる、まあ、その時点ですごいこうしっかりとしたゲームの基盤があるよっていうようなゲームになるかなと。早速中身のご紹介しようと思います。はい、はい、展開してみました、はい、このメインのですねシート2枚とこのボードですね、うん、これで1人分のセットにもなるんですけども、はい、シート項目すごいですよね。細かっ圧巻の、はい、項目数ですね。切り離すシート前のですねこんな状態で入っていますね。いわゆる紙ペンではあるんですけども、はい、こういった資源コマとかですね、労働者のコマみたいなのも結構入ってはいますので、うん、結構しっかりした作りもなっているかなというところですね。こちらのゲームですね、舞台はですね、はい、西暦122年のローマ軍とピクト人の戦い、その時に築かれたここにですね120キロに及ぶですね、はい、城ハドリアヌスの長城っていうのがテーマになっております。はい、一応ちゃんと歴史的なのをなぞっているというか、そうですね、はい、プレイヤーはですねその城にですね点在する砦のうちの一つですねの開発指揮を取る人になりますと、はい、ピクト人の襲来に備えつつもそこに住む市民のですね生活環境を整えるのもお仕事というところがありまして、この民衆の支持を得つつ砦を強化していくというようなのが目的になっています。いろいろ見るところ多いですね。そうですね、ざっくりゲームの流れご説明しますと、はい、最初の準備の時にですね今回のラウンドで何が手に入るかなっていう資源がある程度こうランダムで提示されますと、うん、その資源を使ってみんな一斉にアクションします。自分の紙にこうどんどん書き込んでいく感じですね、うんうん、でそれが終わったら襲来フェーズがあってピクト人がやってきますと、でどっから攻めてくるんですかみたいなのを、うん、みんなでこう判定するフェーズがあって、これをこうペッてめくると、このカードですね結構いろんな使い方があってですね、うん、まず先ほどのその資源の分配のところですね、はい、このラウンド何がまずもらえますかっていうのがこの一番下に書いてあるところですね、うん、なるほど、ここなのでこのラウンドだと、まあ、これが配られて今回これでいろんな仕事をしてくださいねと、うん、こちら黒の人は兵士なのでここが砦までのディフェンスの部分にあたるので、うんうん、兵士の人はここの守りにつく
のが主な仕事ですね、うん、この青い人は建築家です。砦ですねを建築するのに必要だったりとか、うん、この中のそれぞれの建物ですね、うん、を建てるのにも必要だったりとか、うん、あとはこの黄色いコマとかはですね、うん、市民になっていて、この市民トラックを上げるのに使ったりするような人ですね。実際にこう城を築くための石ですね、うん、とかがありますよみたいな感じになってます。例えば頂上の建築アクションをしようかなと、うんうん、時に、まあ、これを支払いますと、はい、とここを塗りつぶせるわけですね、うん、とこれを塗りつぶすとですねボーナスとしてこの市民コマ1個もらえますよと、うんうん、直感的に分かりやすいですね。はい、じゃあこの市民コマを使って何しようかなみたいなと、ここのトラックを上げますと、うん、演劇家にこう市民を使いますよってなるんですね、うんうん、また黄色のコマを使ってここを塗って、次は青の人が降りると。あ、なんかコンボしていくみたいな感じなんですね。はい、襲撃自体もですね、うん、このディフェンス、この守備隊の表記があるんですけども、はいはい、真ん中 と、右左に分かれていて、うん、そもそもこうディフェンスを立てるのもどこのディフェンスをしますかというのをちゃんと決めてアクションしていきますと、うん、右側だけすごい守ってても、うん、例えば左側から襲撃が来たら防御力ゼロですみたいな感じになるんですけど、うん、なるほど。これ難易度設定によって、今回、何人の襲撃があるかっていうのは決まってるんですけども、うんうん、まあ、普通の難易度とこの真ん中の黄色を参照しますと、このラウンド終了すると1枚このカードをめくりますと、うんうん、その時にいた、この矢印のアイコンのところから襲撃がありますよと、うんうん、これだと、左の位置ですかね、はい、で1以上防御力があれば防衛成功ですと、うん、ボーナスがもらえたりするんですけども、で失敗しちゃうとやっぱ評価下がるので、あとあとこうマイナス点になるようなこうペナルティを受けてしまいますよと。なるほど、結構守り重要ですね。結構時間、まあ、60分級なんですけど、うん、なんか他の人のターンを待つっていうよりはやることいっぱいサクサク進むみたいな感じなんですかね。そうですね、同時進行の部分ありますので、うん、みんな一斉に結構定番終わったりとかで待ち時間は結構短いタイプのゲームかなとは思いますね、うんうん、このもらえるものっていうのが全プレイヤー共通っていうことを考えると、なんかあそこで運が悪かったからとかっていう言い訳聞かないですよね、このゲームね。そうですね、ただ全くこれ対象になってるわけではなくてですね、実はこちらのカード、プレイヤーごとにですね自分のデッキみたいなのが、はい、ですね、ここからラウンドの開始にですね、2枚カード出します。このうち1つは展望として、自分の方向をですね、決めるためにですね使いますと、大体こういうふうに書いてあるんですけども、つまりはどっち側に伸ばしていくかっていう方針になりますよっていうところなんですけども、じゃあこっちの方がちょっとやれそうな気がするんで、こっちを方針の方にしたいと思いますと入れるとですね、こうやって絵がつながるようになってまして、本当だ、こういった感じで、まあ、1ラウンド目にはこれを指しましたよというのが残るわけですね、はいはい、選ばなかった方は、はい、ここに書いてある資源がもらえるっていう仕組みがあるので、こっちも選びたいんだけど今このラウンドこれが欲しいのでどっちにしようかなみたいなのを悩んでいくと、作っていく季節によっては収入が増えるようなものもありますので、まあ、そこをどれだけやってるかでも先ほどのこのラウンド開始時のこれ、うん、にこの分とこの分を加えるみたいな資源になりますんで、全く同じようなことになるのは本当に最初だけかなっていうぐらいですね。建てる施設がですねいろいろとあるわけなんですけども、はい、この施設のうちにはですねここ、はい、市場ですね、ここを建てた後ですね、ここを利用する際にはですね、ここのですね巻物の数みたいなやつをですね、はい、参照することになりまして、はい、最終的にこれいろんな数字集めておくとセットコレクションで点が伸びますよ、はい、自分のもう埋めちゃってるなみたいな、もう1いらないなみたいな時に人のを使うことができますと、はい、その場合はアクションしたそのリソースを人にあげてくださいというようなことになるんで、たまにこう人からリソースが来ることもありますと同じような要素としてここですね、あそこですね、ここの、パズルみたいな感じのこの図形、テトリス的な、うん、この形で塗っていいですよっていう仕組みになってまして、これもですね先ほど同様ですね、自分のところが基本なんですけども、はい、人のを使うときはじゃあその資源を上げてくださいねと、完全に自分だけで完結するというよりはインタラクションの部分とかも建物によってはあったりがすると、1から6まで遊べ、そのプレイ人数がですね、はい、っていうのは人数によってなんか変わるところっていうのはあるんですか？ソロに関しては別途ルールはもちろんありまして、なるほどなるほど、はい、今回のソロルールの形式だとシナリオみたいなのがあるんですけども、こういう条件の中で点数何点以上取ると次のシナリオ進めますよみたいな感じで、シナリオクリア型みたいな感じに、はいはいはい、なります。本当にいろんな要素が入ってるんで、なかなか一筋縄ではいかないかなというような、はい、感じですね。
じゃあその都度その都度、じゃあ今回はここを上げようみたいなので、だいぶプレー感も変わるというか。そうですね、もう得られる資源によって戦略変えていかないとうまく消費できないとかあると思いますので、うんうん、はい、なかなか歯応えになるゲームかなと思います。次はニーアンファー、はい、前の作品アバブ&ビロー、はい、ありますね、これですね、はい、これとあのちょっと同じ世界を、うん、あの描いている作品なんですけど、ちょっとシステムが違っていて、まあ、キャンペーンができることになりましたね。デザイナーとしては変わらずライアヌ・ラオカットっていう人があのやっていまして、まあ、レッド・レイヴンのハントがあのよくあの作っている世界ですけど、イラストまで含めて全部やってるというのが、ね、あのすごい点だと思います。確かに。あとはあの同じ世界観にもあの共有してたのは、はい、去年ぐらいにアークライトも出してるロアムっていう、はいはい、あのゲームも、あの全然ゲームデザインとしては物語がなく、うん、システムがちょっと違うんですけど、うん、すごく楽しいゲームだったんですね、うん、このニアンファーは、まあ、ちょっと私から見て多分一番、はい、その中で一番すごい、はい、作品家だと思いますので、まあはい、今広げてゲームの流れからちょっと説明しましょうと思います、はい、広げました、はい、真ん中だけの地図とあの街、うん、あのマップを広げて、はい、こちらにはあの私たち、まあ、今2人プレイヤーねの設定したんですけど、はい、これは個人ボードですよね。そうですね、はい、プレイヤーボードになります、はい、最初は設定のように、まあ、こういう点とコマとかを全部置いて、うん、この仲間を選んで、はい、これがなんか猫ちゃんと犬ちゃん、猫派犬派、はい、ちなみに能力の違いはないそうなので私猫派なんで猫で、はい、私はこれ派カモノこれはあの簡単で一手番が割とスムーズですね、うん、1アクションぐらいですね。その1アクションはこの街であの行う、はい、アクションか、はい、外世界に出るというアクションが、うんうん、まあ、自分の手番にしかやらないんですね、うん、ここ今ちょっと一見広げてるんで気づきにくいんですけど、これ本というかになってるんですよね。あの11マップがほうほうほう全部でやります。キャンペーンモードでは地図2から11まで、はい、うん、もう全部1プレイずつ順 番、はい、順番にあのプレイします。まず何をするゲームですか。一応そうですね、こういう分厚 い、こっちの方がすごい、あのこういう分厚い本がありまして、はいはい、一応140ページ の本になりますがあのアークレットさんで別に言ってあのグラムヘイブンも結構ページ数多かったです。これもすごいですよね、はい、目的としてはポイントを集めることです、はい、冒険点というこの下にね、あのマイナス1とかマイナス2、ここ2とか、まあ、こういう風にあのちょっとあのこういう紙にあの挟んでる数字がその冒険点になります。1プレイしかあのしないモードとかもあのありますので、合計してでどっちが一番集めたのが勝ちという結構シンプルなユーロゲームとかのねシステムになるんですけど、最初はプレイヤーたちはこの街にいてアクションします。必ず最初はこの街であの始まります。いろんな場所があって、公会堂とか坂上とか家畜小屋とか、で例えばまあ家畜小屋に行くとこういうパンを払ってこれを自分のペットにするっていうか、自分のプレイヤーボードとかにして使えることになる。で例えば矢印があって、矢印があるから自分 あの世界地図で動けるマスがちょっと増やしたりとか、あとは実は運び取りというと言って、一人一匹ずつに一つの宝物カードが自分のプレイヤーボードに置けられるというのは、それがないと置けられない、はい、まあ、一応街から出ますよね、うん、最初の街は多分一番大きい、まあ、こういうイーストレイというところから出るんですけれども、うんうんうん、その時に、うん、自分が集まった、このハートの数、例えば私は今2ハートね、カモノハシが2持っている、そうカモノハシ2持っている、でさらにどっちかの人たちを雇っていたら、まあ、その分加えます。ああここにね、はい、その時に町に出る時にそれを増やしますというのは、はい、ここにたどり着くと、はい、まあ、この本があの見えたりすると思うんですが、ね、いろいろ置いてますね、はい、この時に数字を読んで、そのマスのここにある数字、はい、ある数字は例えば7だと思います ね、この、 あの、うん、分厚い本取ってチーズに当たる7、この7のところを相手が、え、相手
ば相手が、まあ、これもアバブンビロであのそうだったと思うんですけど、はいはい、まあ、この7番を読み上げて自分が見えないね、効果が見えないようにしないといけないので、うん、あの誰かが読み上げるという、ほうほうほう、でその冒険に出る、まあ、だんだんその物語にあの乗って、まあ、冒険をするというゲームなんです。アバブンビロでもあの1プレイずつ、まあ、こういう分厚い本もついてたと思うんですが、うん、まあ、何が変わるとそれがあの一番なんか面白いと思うんですけど、キャンペーンモードがあって11回ぐらいは遊ばないといけないっていうね、最終的にボスを倒すみたいな、はい、もう一つすごくいいゲームモードがあって、キャラクターモードっていうのがあります。キャラクターモード、はい、でキャラクターモードでは物語が定められていて、自分のキャラクターだけが味わう物語が書かれてます。と11ではなくてもうちょっと短くなりますよね、普通のキャンペーンよりも。自分がキャンペーンとかやった後に、あ、こういう人たちも同時にこういうキャンペーンとかやってたっていうのが、もう全く違う視点から、はい、あのその同じキャンペーンをしている、はい、まあ、そのキャラクターたち、うんうん、まあ、その世界に住んでいる人たちがいるというのがすごく面白いかと思います ね、 またね、違った角度から、あ、こんなキャラクターだったんだみたいな感じで知れるという感じですね。そうですね。ちなみに、まあ、キャンペーンモードというのは、はい、あのやっぱり自分のね経験値とかがあって、でこれもあの結構しっかりしてるカードなんですけど、うん、ここの上にいろいろ書いて、ここを潰してでだんだん自分の経験値とか増えまして、うんうんうん、プレイの間にまたあの能力とを支払ってまたあの自分のキャラクターがあのできることが増えたりします。あとはこういう人たちがいます。で全部で多分8だと思いますが、一人ずつもこのあのブックを見ると、はい、じゃあ最初のページぐらいに、まあ、そのキャラクターモードも載せていて、キャラクターモードのキャラクターが、はい、まあ、これあの全部載せてあると思いますね、うんうんうん、でどんなキャラかちょっと背景を描写があって、うんうんうん、どこ読めばいいとかは、あ、はいはい、あの指示ちゃんとされてますので、その数字はあのキャンペーンモードでも味わえない数字になったり、うんうんうん、してキャラクター分ある、はい、キャラクター分あります。めっちゃ楽しめるじゃない、はい、まあ、そうです物語もとっても面白いと思うんですけど、はい、ルールを覚えたい時に、うんうん、アーケードもだから物語がない、はい、あの、はい、ネタバレがないようにアーケードモードがあります。単発でこれだけっていうふうに遊ぶ、そうですね、ゲームだけ遊ぶ、まあ、勝利点を集めるって、うんうんうん、それでも勝利をするだけという、ね、はい、ゲームになっていて、その場合このマスにこの本がもう置いてあるんですけれども、はい、その時にこのデックからイベントカードを取ってそこのあのことをやりますという、はい、なるほど、固定じゃないというか逆に何が出てくるかわからないから、じゃあ何回でも遊べそうですね。あ、そうですね、これはもう完全に遊べる、何回も遊べる、全部の物語も味わいたいなら25回ぐらい遊ばないと全部は見えないですね、はい、あの前の作品のアバブンビローともあのつながりがあると言ったんですが、キャラクタータイルを裏返すとアバブンビローで使います。これは一応、ニャンドファーのタイトルでありアバブアンドビロのプチプチ拡張みたいな感じでもあるんですかね。プチプチ、まあまあキャラクターぐらいが超えれるぐらいですかね、うん、システムは結構複雑になってきたんですけど、うんうんうん、その分キャンペーンとか大きな物語に乗れるようになって、うん、まあ、それがすごくあの要素が増えたというのが言えると思いますね、はい、長い物語を楽しんでもいいし、今回はじゃあちょっとこの物語パンと1個遊んでもいいし、多様性があっていいですよね。ちょっとした冒険もあったり、うんうん、もっと知りたいキャラクターもあったり、うんうん、あと自分のあの完全に冒険をしたいというキャンペーンのモードも加えたりしてるから楽しめますね、はい、アバブ&ビローとのつながりっていう話もありましたけど、別にこれ単体でも普通になんか前作を遊んでなくても問題はないんですよね。あ、問題が全くありませんですが、うんうんうん、私が説明してるのはいろいろ一部のその世界があってアバブ&ビローもこの世界にあるので両方遊んでほしいかなと、まあ、それはそうですね、まあ、逆にこれ遊んで興味持ってくださった方がアバブ&ビローにを遊ぶっていうのもありですし、もともとアバブ&ビローを持ってる方にとっては世界観をさらに広げるためにこれ買ってくださいみたいな、ね、はい、全くその、はい、その通りです、はい、はい、というわけで3商品紹介してきました、はい、どうでしたか。
盛りだくさんって感じでしたね。でもバランスとして今回、まあ、たまたまだと思うんですけれども、軽量級、中量級、重量級みたいな感じでバランスよくご紹介いただいたかなと思っていて、最近ボードゲーム興味持ち始めましたっていう方には本当にラブレターっていう、本当シンプルルールでね、1枚持ってて1枚引いてどっちか選ぶっていうシンプルなゲームでとっつきやすいですし、パトリアヌスの方に関してはまあ、紙ペンながらのその重さっていうのはありつつ、いや実際なんかもう今ちょっと話聞いててやりたい、すぐやりたいとか思ってたりとか、ニアンドファーに関しては当店さっきちょっと紹介でもパッて出ましたけど、あれうちの販売品なんでニアンドファーから入っていただいてもいいですし、アバブ&ビローもうちで遊べるので、なんかどっちもこう興味持っていただけたらいいのかなとかって思いつつ、はい、はい、ありがとうございます今こちらの商品ですね、8月の1日この動画の公開からですね、はい、天正坊さんで先行で遊んでいただけるってことに、はい、今回もなりますので、はい、いち早くですねお店で遊んでいただければなと思います、はい、それではですね、今回の収録これで、はい、終わりになります、はいはい、また来月の、新作紹介もお楽しみに。バイバイ、バイバイ。